こんにちは。当院で行っているインビザライン矯正についてご説明させていただきます。矯正治療をしたくても従来のワイヤーによる矯正では見た目が気になるという方が多くいらっしゃいます。これに対してマウスピース矯正は薄く透明で目立ちにくい装置ですから、ほとんどの場合装置をつけていることが分かりません。マウスピースは取り外しが可能で汚れがつくことが少なく、洗浄や歯磨きもできるため歯や歯茎を健康に保つことができます。またお食事も今まで通りに楽しんでいただけます。マウスピースは患者様一人ずつのオーダーメイドです。クリンチェックというシミュレーションにより歯の移動を3次元で解析してマウスピースを製作します。実際にマウスピースをつけた状態でも目立たないことがお分かりいただけると思います。それではインビザライン矯正の流れをご説明しましょう。1日目、患者様の歯並びに関するお悩みやご希望をお伺いし、インビザライン矯正のご説明をします。マウスピース矯正の方になります。素材はプラスチックの方を使っており、また光学印象システムアイテロによる型取り不要のスキャン、レントゲン撮影、お顔や表情の写真撮影、口腔内の写真撮影などを行います。歯の 3D デジタル画像をもとに院長がシミュレーションを行い、歯の移動量などを検討して治療計画、治療期間を割り出します。2日目、 3D シミュレーションクリンチェックをご覧いただきながら、診断結果、治療計画、治療期間などについてご説明します。ご同意いただきましたら治療計画に従って専用のマウスピースを発注します。マウスピースができるまでおよそ2週間かかります。マウスピース製作後、アタッチメントというプラスチックを歯の表面につけます。必要に応じて歯のサイズ調整をします。次にマウスピースの装着方法を練習します。シリコンゴムでできたロールを使用してしっかりと装着します。当院で扱うマウスピースインビザラインは安全で快適な素材を使用していますので、従来の矯正装置のように頬が傷つけられるといったことはありません。こちらが新しいマウスピースになります。1週間おきに新しいマウスピースに交換していくことによって徐々に歯列を整えて次の治療ステップへと移ります。治療期間中、虫歯や歯周病にならないように歯科衛生士によるクリーニングを定期的に受けてください。インビザライン矯正が完了してご希望通りに歯が移動すれば治療は終了しますが、さらに歯を動かす必要がある場合は追加の治療を行うことがあります。こちらが固定装置になりますので、矯正治療終了後は歯の位置を安定させるための補定を行います。しっかりと補定を行って美しい笑顔で自信を持って毎日をお過ごしください。マウスピースは1日22時間以上の装着が必要です。睡眠時間を活用して日常の生活の中で装着してください。
食事の際はマウスピースを外してください。また食後は歯磨きをしてマウスピースを洗浄した上で装着してください。マウスピースのお手入れは歯ブラシで普通に歯を磨くようにブラッシングしてください。歯磨き粉は使用しないでください。傷がつくことがあります。その後専用のクリーナーにつけて洗浄してから口腔内にセットします。当院では成人のインビザライン矯正に加えて子ども向けの最新のインビザライン矯正も行っております。6歳の小学生、つまり混合歯列期から適用できる矯正治療としてインビザラインファーストがあります。材質の働きと拡大用アタッチメントで歯列を拡大しながら悪い歯並びを改善します。 3D シュミレーションによって歯列を広げるために必要な歯の移動距離を算出します。また中学生程度の年齢から適用できるインビザラインティーンも取り扱っております。このように最新の子ども向けインビザライン矯正も提供しております。お気軽にご相談ください。その他詳しいことは当院のスタッフまで遠慮なくお尋ねください。